クアルティエーレの地図ローマのクアルティエーレは、22ある、ローマのリオーネの最後のリオーネである、プラティクの設立以降に誕生した、新たに都市化された35の地域群のことである。最初の15のそれは、公式な設立と裁判が1926年に、され、その後1911年を最初に実施された。1930年時点では、 まだ非公式に設立されたクアルティエレが他に2つあり、16番のチッタ・ジャルディのニエネ17番のサボーヤであった。その後、これら最後の2つは、3番目や15番目とともに、制度上の決議の結果新しい名前が採用された。15番クアルティエレ、ミルビオは、1935年、デッラ・ビトーリアになり、3番クアルティエレ、 ビットリオ・エマヌエーレさんは1946年に、ピンチャーノに17番、サボーヤも同じく1946年に、トリエステに16番、チッタ・ジャルディのアニエーネは、モンテ・サクロとなった。他のクアルティエーレは戦後市街地の拡大の結果設立された。これら、新クアルティエーレの番号は18番から35番となる。現在ローマは、 以下の35のクアルティエーレに分けられる。オスティアは、以下の3つの、いわゆる海のクアルティエーレに分けられている。1926年5月24日のローマ、議会採決3454番1924年7月16日、ローマ議会採決1087番1926年5月24日。 ローマ議会採決3554番1935年5月23日、ローマ議会採決1946年9月13日、ローマ議会採決3241番1951年7月19日、ローマ議会採決1081番。ありがとうございます。